ある日を境に連絡が途絶えた城があった。伝令を送っても誰一人戻ってこない。豪を煮やした孫権は諜報に秀でた忍びに調査を依頼した。服部半蔵と久野市、二人の忍びは事の真相を探るべく味方の城へとひた走った。あれが連絡が途絶えた城、敵に襲われた様子もないし、遠目には平和そうっすね。だが静かすぎる。とりあえず行って話を聞いてみましょう。おや、どう見ても平和そのもの。怪しい人影もないにゃ。油断するな。分かってますぜ、半蔵の旦那。ひとまずお味方に話を聞いてみましょう。お味方発見。もしつかぬことをお聞きしますが。現れたな、貴様らに。この城は渡さんぞ。何よ、あっしら敵じゃありませんって。目障りだ、目障りだ。やっべ、違う。私は一体何を。敵の術にかかっていた。城全体に術がかけられてるような。だが力は弱い。術者は不在か。つまりみんなを正気に戻す好機ってことっすね。急ぎましょうぜ、旦那。目障りだ、目障りだ。強者とまみえるは誉れ。来い。目障りだ。敵心が仕方のない。さらば。目障りだ。目障りだ。もらい受ける。いざ。おいら腹減っただ。胸だが。お兄だ。この人いつもこんな感じだったの。本物が。あら、ぶっつぶすなよ。目障りだ。張り切ってらっしゃること。ほら、ここで何してただか。なんだかすごく腹が減っただ。目障り。正気に戻ってもそれっすか。目障り。なんじゃ貴様ら。主人に国を邪魔するなら切り刻んでくれるわ。どっからどう見てもいつもと同じなんですけど、これはこのままでいいんじゃ。主命に従え。敵戦の顔見せるは恥だが応援。どういうことじゃ。このわしが操られていたじゃと。せっかく出自に封印の準備をしておったというのに。邪魔したやつは切り刻んでくれるわ。やっぱり
わきまえろ。敵将、やるではないか。そうでなくてはわしのお供は務まらんわい。やったと。なんでこう癖のある人ばっか。本当に術が解けてるのか不安になるにゃ。メダオ、そういえば半蔵の旦那も変わらなそう。まさかもう術にかかってたり。敵将、そこを動くなよ。やっやっ、目障りだ。やっやっ、俺が叶う相手じゃねえか。やっの、いいところに来たの。もうどけばろうな。目障りだ。あ、間に合ってます。やっやっ、目障りだ。目障りだ。どうだ。は、目障りだ。は、は、目障り。や、は。いいぞ、頑張ってるだな。はて、マロは何をしておったかの。や、思い出せないの。とりあえず、決まるな。だから間に合ってますって。目障りだ。やっタッやっタッやっタッやっ、目障り。お相手いたす。この炎本書の前に立つとは無礼千万。霊族の意向の前にひれ伏すがよい。影に光は強い。さっ、目障りだ。や、本当に操られていらっしゃるのかしら。目障りだ。失礼ですよ。戦うしかなさそうですわね。わきまえろ。到底叶わない。切ってらっしゃること。この私の術に冷蔵庫をやってるとそんな輩がいたものよ。さて、お前たちには世話をかけたようだ。その働きに免じて冷蔵庫が力を貸してやる。任務になれば大忍の分も。城も手に入れたし、手下も手に入れた。守備は上々ってことで、一休みするか。やったー！術をかけた犯人は5つね。目障り。残す。強敵の排除にも。ややこしい術かけた張本人、どっち見てやりやしょう。やった。なんかおかしいし。目障りだ。俺の術解けちゃってんの。目障りだ。敵に回られたんじゃ面倒だ。退散退散。逃がせ。わきまえろ。姿高い。今すぐ冥族に許しを請うのだ。それまでここは通さぬぞ。門が閉じられちまった。あいつがみんなを操っただか。吹っ飛ばしてやるぞ。目障りだ。目障りだ。手薄が来たようじゃの。蹴鞠でもてなそうかの。はっ、目障りだ。うん、あっぱれじゃの。かかってこい。やっやっ、目障り。次会った時覚悟しろよ。
やる。すぐ会った時覚悟しろよ。やるではないか。そうでなくてはわしのお供は務まらんわい。やっと来た。貴様のせいでわしの主治肉人は台無しよ。者どもヤツを安田にせい。その主治肉人ってのはまた今度。今はそれどころじゃないってろ。目通りだ。少しで逃げ切れるぜ。まずいっす。急がないとトンズラされちまいますぞ。にゃーん、追いついちった。こうなったら死ぬかな。遊んでやるぜ。遊んでやるな。覚悟。やってくれんじゃねえか。けどここでとっ捕まるわけにはいかねえ。受け。すばしっこいやつめ。けどお役目は完了ってことで。任務達成。忍びども、よくぞ術を解いてみせた。名族の役に立てたこと誉れとするがよいぞ。ありがとな。おかげで安心して飯が食えるだよ。このわしをたばかるとは、あの忌々しい猿め、許さんぞ。あのまま術が解けなくば、今頃どうなっておったか。まことよの。己を失い操られたまま、マロがマロでなくなってしまうの。考えるだに恐ろしいのの。みな、やはり変わらぬ。あっと、さすがの半蔵の旦那も突っ込んだ。ん？でも旦那ってそんなことしますっけ。まさかよもや術にかかって。滅。やりましたわね。皆様の修行にご一緒してまいりました。私を満足させてくれると。
この程度、無双などと誇るまでも勝利をもたらす。それが私の責務だ。